第30代アメリカ合衆国大統領のカルビン・クーリッジの1回目の就任式は前任のオレンジー・ハーディングの死の翌日の1923年8月3日金曜にバーモント州プリマスノッチのクーリジ・ホームステッドで行われた。これは史上6度目となる臨時の就任式であり、カルビン・クーリッジの最初の大統領任期の始まりであった。 大統領就任先生は新大統領の父で、バーモント州の交渉人、治安判事のジョン・カルビン・クーリッチシニアにより、取り行われた。1923年8月21日火曜、クーリッチは、ワシントン DC のウィラードホテルで、コロンビア特別クレンポー地方裁判所売席判事の、アドルフ・エーヘーリング・ジュニアにより再度就任先生を、行った。当時、 電気も電話もなかったバーモント州の実家を訪れていたクーリッジ副大統領は、ハーディングの死を伝達人により知らされた。クーリッジは新大統領として宣誓し、外に集まった記者たちに挨拶するつもりであった。クーリッジは2階の寝室で着替え、祈りを捧げた後に1階に降りた。クーリッジの妻のグレースや会議員のポーター・エイチ・デールを含む、少数の傍聴者の前で、父で、 バーモント州交渉人、治安判事のジョン・カルビン・クーリッチシニアにより、就任先生が取り行われた。1923年8月3日午前2時47分、ジョン・クーリッチ自宅の応接室で、灯油ランプの明かりの中で先生が行われ、クーリッチ大統領は、その後ベッドに戻った。デールは、上院議員選挙運動中に、ハーディングの不法を聞いた。デールは、記者の情報運転。 スプリングフィールドのアメリカ在京軍人開始部長のハーバート・ピートンプソン、労働組合幹部の LL レインと共にクーリッジ宅に向かった。デールはクーリッジにハーディングの死を確実に知らせ、自身が可能なあらゆる支援をするつもりであった。宣誓式に立ち会った記者はファウンテンのみであった。政権の継続性を確保するためクーリッジを 直ちに宣誓することを必要に提案したのはデールであった。後にデールはこの時の様子を記事にして雑誌に掲載した。この翌朝、写真家のために式典が再現された。この場所は現在は州立公園となっている。バーモント州の連邦保安官であるアルバート・ W ・ハーベイはクーリッチの宣誓から約3時間後にプリマスに到着した。 ハーバイはすぐさま数人の地元民をクーリッジのボディガードとして任命した。この護衛たちは、ボストンのシークレットサービスのエージェントが、クーリッジがワシントン DC に戻る際にラトランドで列車に、追いついてその任務を引き継ぐまで彼に付き添った。1923年8月21日、コロンビア特別区裁判所席判事のアドルフ・エーヘーリング・ジュニアによりクーリッチの二度目の 先生が取り行われた。これは、連邦政府の大統領就任宣誓を行う、権限が、州の役人にあるか否かが問題となったためである。アメリカ合衆国憲法では、大統領任期開始時の先生が定められているが、宣誓挙行者については特に指定されていない。伝統的には最高裁判所長官が行うが、これは憲法上の規則ではない。 ジョージ・ワシントンの1789年4月30日の先生の際は最高裁判所が創設されておらず、ニューヨーク州の裁判所の判事のロバート・リビングストンが先生挙行者を務めた。ヘーリングは1932年にハリー・エム・ドーハティの暴露内容を認めるまで2度目の先生の存在を秘密にしていた。ヘリングがドーハティの話を認めた際、彼は 当時司法長官を務めていたドーハティがウィラードホテルで先生を行うように要求したことを示した。ヘーリングはドーハティが二度目の先生を依頼した理由については疑問を抱かず、最初の先生が州の役人によって行われたことから有効か否かの疑問を解消するためであると考えた。ありがとうございます。